皆さんこんにちは。今日もバイクに元気よく乗ってますでしょうか。今日もよろしく、アグスタいい音だぜ。はい、今日の動画はですね、またまた本音の動画になりますけれども、内容はですね、国産車バイクをですねディスる動画になります。今日もよろしくお願いいたします。私ですね、もう40代後半、そして今ですね、すごいリターンライダーさんが多いということで、教習所もですねすごい大人気で、予約待ちがすごいみたいなんですね。で、教習中にですね一番楽しいことは何かと言いますと、やっぱりどんなバイクに乗ろうかなって思うことだと思うんですね。で、やはりリターンの方踏まえまして、まあ昔ね、どこどこの国産メーカーのこんなバイクを乗っててとかですね、私も若い頃ホンダの NSR がかっこいいとかね、で大人になって、おっちゃんになって、ちょっとお金の余裕が出てきてきて、そしていやちょっと買おうかななんていう方意外と多いと思うんです。そこで、大きくですね2つに分かれると思うんですね。もう簡単に言いますと、国産車か外車かっていうところだと思います。この外車を選ぶ理由というのが私の中に明確なんですね。で、性能うんぬんくんぬんっていうのはもうこれはさておき置いときますね。で、次に価格帯、これもちょっと置いときます。で、あとはですね若い方ね、若い方ね、もう未来がある、これからですねもう光がある方、この方もちょっとどけます。要はねおっさん。で、これからねおっちゃんの人たちでバイク何買おうかな、まあまあお金はね、まあまあなんとか買えるお金はあるよと、でそれがまあ何しようかなって悩んでる方ね、もうはっきり言います、外車にしてください。もちろんねこだわりがあって国産選ばれる方、もうそれは全然問題ないんですよ、全く間違いではございません。で、私が外車を選んだ理由はですねもう明確、何かと言いますと格好をつけるためです。もうそれだけでございます。で、いや国産車でもねかっこいいバイクいっぱいあるよ、いや当然分かっております、そんなことは分かっております。ただですね、やはり車でもそうなんですけれども、外車の方が目立つじゃないですか。これね本当にその目立つ目立たないっていうのはバイクに乗っていて僕すごい大きい要素を秘めていると思うんですよ。まあ走行性能がいい、昔懐かしいあれが乗りたい、まあ、当然これも大正解なんですけれども、いやあとね外車っていうのはなんか高いイメージもあるじゃないですか。そんなことはないです、もう今の国産って外車とはっきり言います、全然値段変わんないです。ただ世間のおじさまの方々、乗るのは絶対にもうお休みの日だけだと思うんですね。で、よほど好きじゃない限り、朝のね6時から夜中12時まで乗る人ってやっぱ少ないと思うんですね。やっぱり明るいうちの数時間だと思うんですよ。つまり僕たちが乗る時間帯っていうのはお休みの日の本当にこの明るい日の上がっているうち、そして日が落ちるまでに帰ってきて今日は楽しかったっていうことを楽しんでいる人たちだと僕は思ってます。人生でその数時間って一体あと何回あるんですか。そうなった時にね、安全牌を取る国産車なのか、いやちょっとねもうこのアグスタなんか典型的ですよね。もうイタリア車っていう時点でもう一昔前まではイタリア車、イタ車はダメだよって、まああるじゃないですか、僕その認識も当然あるんですよ。でもその数時間を全力で楽しみたいんであれば、僕は国産車ではなく外車のこのギリギリのラインでね走っていく、
そしてこの一瞬一瞬を楽しむ、やはり日本人のこの平和な、エリアよりも外国人のこのトゲトゲしい、そしてダイナミックな、そしてレーシーな、やっぱりバイクに乗る方が僕は満足なんですね。まずかっこいいデザイン、めちゃくちゃかっこいいです。これはやはり、日本人にはないやっぱり感覚があります。向こうの人からしたら、まあ、普通かもしれませんね。向こうの人から見たら日本車ってやっぱそう見えてるかもしれません。かっこよく見えてるかもしれませんね。やっぱりね、もう残り人生全力でフルスイングのバイク乗った方が、今なんか異音がしたような異音がしたような気がしたぞって思います話が飛びました。ということでですね、これからねやっぱり、バイクをね、中高年の、ね、方々何にしようかって思われる方、もちろんアドベンチャー系でも SS 系でも何でもいいと思います。もちろん国産でも外車でも当然何でもいいと思います。ただバイクに乗るということはやっぱり格好をつけるということだと思います。だからこそ大阪でいうハリインターに行くんですよ僕のバイク見てよ、かっこいいからってやるんですよ。じゃないとね、ハリインター行かないんですよハリインターに行く9割の理由が、あそこね、モーターサイクルショーなんですよ。知ってました皆さんそういうことだと僕はね、バイクに乗るということはつながってるとおっちゃんになって思いました。ということで皆さんね、またねこのヒューズチャンネル、わけのわからんことまだ言っとるなと思っておいてくださいまあそういうことを踏まえまして、これからねやっぱりバイク、まあ年々高くなってきてます。で年々やっぱりね手に入れにくくなってきてますね。それは駐車場代一つ、防犯性の問題一つ、いろいろ大変なこと多いと思うんですね。その中でもね、めっちゃいいバイク買ってください。これは高いという意味ではなく、一番大好きな、かっこいい、そしてギリギリのラインを買ってください。それが後で絶対に後悔しません。後悔するならバイクに乗らないでください。それぐらいの気持ちで僕はバイクをね楽しんでおりますので、まあ皆さんこれからもよろしくお願いいたします無理やりやなはい、今日の動画はですね、バイクを買うなら僕は外車の方がいいかなっていうお話になりました。ではバイビー。